き会派沖縄の風を代表しまして糸数恵子参議院議員からご挨拶をお願いいたします。敗退不通用中が涙、お分かりでしょうか。はい、ありがとうございます。沖縄の風参議院議員の糸数恵子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は伊波洋一さんが同じような集会で大阪の方に行っておりますので、私がご挨拶をさせていただきたいと思います。今日は高江オスプレイパッド、そして辺野古新基地建設を、許さない、東京集会でございますが、このような寒い中たくさんの皆様に集まっていただきましたこと、尾長知事に代わりましてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。知事は今県議会の真っただ中ですが、高江に集まった700名の私たちの仲間と一緒に今日の集まりを心から喜んでくれていると思っております。さて皆さん、私今日こちらにオレンジのリボンしておりますけれども、実は今日は12月10日世界人権デーです。日本ではこの人権週間の最終日にあたるわけですが、政府はこの人権啓発の目標にこのような標語を掲げています。みんなで気づこう、人権の世紀、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心で、と掲げておりますけれども、笑ってしまいます。沖縄の私たちにはこの人権デーも人権週間も当てはまらない。これが今の沖縄の基地問題の実態ではないでしょうか。皆さん、先ほど多くの皆さんから話がありました。沖縄の知事をはじめとして各種選挙で私たちが意思表示をしたのは、衆議院参議院地方の選挙を含めて辺野古に新しい基地はいらない、高江のヘリパッドいらない、そのような思いで県民の8割がその意思を表示しておりますけれども、今の日本の政府、司法立法行政すべて沖縄のこの民意を完全に無視しているではありませんか。皆さん、先ほどからありますように、今沖縄の宜野座村ではオスプレイの吊り下げ訓練が行われております。オスプレイ欠陥機と言われて、ほとんどの県民が恐怖のどん底に突き落とされるような訓練です。どんなに時間を制限しても守らないのがアメリカ軍であり、しかもそれをオスプレイパッドではないと隠しここまで行ってきたのに、最終的にはあの高江の森を潰してオスプレイパッドを作っている、しかも辺野古、さらには伊江島、そして高江と、このような危険トライアングルのこの状況の中で、県民は今大変な怒りの炎をたぎらしています。でも皆さんお分かりの通り、このような状況の中にあって司法がまさに沖縄を完全に無視している、これはもうよくお分かりです。この福岡高裁那覇支部の判決、全く民意を無視しています。政府の代弁者になり変わっています。私たちはこういう状況に対しても屈することなく、最高裁にはぜひ憲法の精神に基づいてこの沖縄の不平等な今のこの裁判の在り方を何としても勝ち抜いていきたい、そのような思いで戦っています。今日も700名の方々が沖縄に集まっている人たちの思いは、あの山城宏司さんをはじめとして不当逮捕している仲間たちを勇気づけ、本当の意味でのこの日本に人権思想をしっかりと
しっかりと根付かせていきたい。そのためには安倍政権を変えるしかありません。皆さん、元祖野党共闘の私糸数恵子は本当に今全国各地で心を一つにして戦っていけば必ず勝つんだというその思いを訴えて全国を暗挙しています。いつ解散になるか分かりませんけれども、国民は屈しない、沖縄県民と一緒になって共に打倒安倍政権を勝ち取るまで頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご確認ありがとうございました。そして政党を代表して挨拶してくださった皆さん、ありがとうございます。もう一度拍手をお願いします。で、皆さん、今日の集会、最高裁が沖縄の民意に応える判決をという副題を掲げております。後ほど政権代